こんにちは、群馬選挙区のドリル大渕です。最近目立ってませんが、そろそろほとぼりは冷めたでしょうか？もちろん冗談です。褒めまくりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？元気にスキップしていますか？さてさて、今日は NHK と総務省について語りたいと思います。題して、NHK と総務省は出来レースか？なぜ電波を取り上げると言わない？なぜ民営化しろと言わない？なぜスクランブル放送にしろと言わない？なぜ公共性がないと言わないんだ？です。それでは早速行ってみましょう。褒めまくりは以前にも NHK 問題はいくつか取り上げてたびたび批判してきました。今回と同じように総務省と NHK のズブズブさを指摘した動画も作ったことがあります。今年の初めに武漢の野郎の件で日本中が大騒ぎになっている時に NHK の視聴料を全世帯から徴収することも検討していました。大騒ぎになっている時に汚すぎると批判しました。さてさて、それから天才安倍の前首相が辞任し、新たなる天才菅野首相が就任し現在に至ります。さてさて、その天才菅野首相の内閣で総務大臣を務めるのが武田良太総務大臣です。武田総務大臣はたびたび NHK への発言をしております。新型コロナウイルス下における家計の負担軽減の観点から早急に見直しを行うことが強く求められるなどと求めたり、また、NHK の受信料値下げ消極姿勢は常識がないと批判したり、インタビューで、NHK は必ずしも必要なものではないのになぜ我々が受信料を払うのかという国民からの根本的な不信感があります。しかも受信料は高い、などと批判したり、また、国民がスポンサーだということを NHK は忘れている。いつか国民から厳しい審判を食らうと批判しています。さて、武田総務大臣は本気で NHK を批判しているのかどうか、本気なのかどうかということです。最初に褒めまくりの意見を言います。本気とは思えません。出来レースだと思っています。理由は2つです。1つは NHK の公共性を認めていること。2つは次元で値下げしろと言っているからです。詳しく話していきます。裏で口裏合わせがあるのかどうかは分かりませんが、相も変わらずズブズブだと思っています。もちろん、結果が全てですので、結果が出れば素晴らしいと言えます。もし、NHK を民営化もしくは解体に伴う大幅値下げもしくはスクランブル放送することができたら、将来首相になってもいいんじゃないかとさえ思いますね。ただ到底本気だとは思えません。たかだか数百円数十円視聴料が下がったとしても、それは結果を出したとは言えません。今国民が望んでいることは NHK の民営化もしくはスクランブル放送の二択です。もう一択あるとすれば、 NHK の視聴料を公共性がない番組を切り離す解体を行い、月額100円か200円程度にするんだったら、まあ国民は納得するかなとは思うので、それを入れても三択が国民の望んでいる姿だと思います。武田総務大臣のインタビュー記事を読んでいて、正直本気さをまるで感じませんでした。威勢の良さしか感じませんでした。なぜなのか、NHK の公共性を認めているからです。インタビューの中で認めているんです。NHK は災害や選挙放送を担っています。また、視聴率やスポンサーの色がつかないという面では、公共放送としての役割を果たしています。こう答えています。笑えますよね。NHK は企業名をバンバン連呼していますよね。読売ジャイアンツの放送をしておきながらよく言います。読売新聞、読売グループの宣伝をしているじゃないですかね。
呆れ果てます。今国民が NHK に公共性があると思っている人がどれほどいるのでしょうか。褒めまくりは NHK の公共性がある番組は 1% 未満だと思っています。何十年に一回の大災害の報道くらいですね、公共性があるかなと思うのが。通常の一日のニュースと言えないニュース、天気予報などは、今更公共性があるとは思っていません。天気予報は、気象庁が、天気予報をやればいいんですよ、税金でね。後で言いますが、NHK 教育テレビを国営化し、その中で、気象庁の天気予報をやればいいと思っています。政見放送も別に NHK でやる必要ないでしょう。民放にやらせればいいじゃないですか。これも国営化した NHK 教育テレビで放送すればいいと思います。YouTube での政見放送でもいいと思います。国会中継も NHK に都合の悪いところはカットするような放送局ですよ。NHK は。ニュースは左派層の洗脳放送です。あとは、芸能人を使って、時間の浪費です。視聴量の無駄遣いです。スポーツ、相撲、野球、サッカー、高校野球、オリンピック、競馬、これらを NHK でやる必要性はないでしょう。要するに、ほとんど、まるで価値のないものだと思っています。そう思っている人、多いのではないでしょうか。必要だと思う人は、その人たちが、自分で、お金を出して有料で見ればいいんですよ。今の NHK は破綻した日本航空のようなものです。シロアリたちが NHK に放送してくれと懇願し放映権料をたかるシロアリ軍団です。我々の視聴量が野球にサッカーに相撲に芸能界に流れていくんです。日本航空も同じ論理で地方自治体が航空便を誘致しまくり、赤字路線をたくさん抱えてしまい破綻しましたよね。まるで同じ構造です。そして、ドラマも不要です。映画も不要です。先ほど少し話しましたが、教育番組も NHK がやる必要性はありません。逆に言えば NHK に教育をやらせてはいけないんです。それは国が、文部科学省が運営を行うべきです。税金でね。NHK なんかに教育を任せてはいけません。左翼教育になってしまいます。極左教育になってしまいます。親中教育になってしまいます。環境原理教育になってしまいます。動物原理教育になってしまいます。女性原理教育になってしまいます。外国人原理教育になってしまいます。フェミニズム洗脳教育になってしまいます。ダイバーシティ教育になってしまいます。多様性教育になってしまいます。護憲教育、憲法改正反対教育になってしまいます。NHK 教育テレビは、今すぐに国営化すべきだと思います。褒め、まくりは、このように思っています。しかし、先ほども話した通り、武田総務大臣は、NHK の公共性を認めているわけです。これは、NHK の国民を騙す得意技ですよね。公共性があるという NHK 得意の言い訳を認めているわけです。そして、NHK 改革は待ったなしのはずなのに、NHK 自身で考えてほしいという甘いことを言っているわけです。もう、そんな話し合いの時期は終わっていると思います。国として強硬に命令で NHK を問答無用に解体か民営化かスクランブル化にすべき時に入っているのではないですか。また NHK の前田会長に期待していると本気なのかどうかわかりませんがそう言っています。この人物に何を期待しているのでしょうかね。インタビューで時間がないとも言っています。時間がないということを理解しているのなら NHK 自身で考えてほしいというのはおかしいでしょう。言ってることが矛盾してますよね。NHK 自身で考える能力があるとでも思っているのでしょうか。呆れますよね。そんなことができるなら、とうの昔に改革を行っているでしょう。
問答無用に NHK の意見を無視して民営化、解体、スクランブルの判断を行う時になっていると思います。政治でもそうですが、異常な極左の意見を聞く必要はありません。無視でいいと思います。いちいち極左の意見を聞いていると極左のペースに巻き込まれてしまいます。基本的に仕方でいいと思います。そしてもう一つ、総務省と NHK の出来レースだと思う理由が、武田総務大臣は次元でいいから値下げしろとかも言っています。笑うしかありません。もともと NHK と総務省はズブズブです。近年 NHK への批判が一向に収まるどころか批判が激増しているから、とりあえず NHK 批判をしておいて改革やってますよというポーズを見せるだけで終わりそうな気がしますね。まさにディープステート、既得権益、自由移民党も NHK も同じ穴のムジナです。皆様はどう思いますか？どう感じますか？それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。